その方との生活を考えて、その子のやっぱり一番幸福だった姿を作りたいな。動物造形作家、北島千佳子。彼女の手から生まれるのは、本物と見まごうほど見事なぬいぐるみ。本当に私ギブアップ嫌いなんで。北島が引き受けるのは、依頼者たちの切ない思いを形にした作品の制作。いつもあの子はここに横になってたもんですから、ここにエマリンが帰ってきてここにいてくれればそれでいいんです。そして待ちに待った愛犬との再会。あー、エマちゃん、抱っこしてあげてくださいね。世界で一つだけのぬいぐるみを作り出す女性、そして願いを託す依頼者たち、それぞれの思いを覗き見覗き見。愛知県で暮らす本田睦子さん、彼女には今心待ちにしていることがある。それは愛犬のチャッピーが家に戻ってくるということ。 3,4 年ぐらい前から心臓がちょっと弱くて、病院に定期検診みたいに通ってました。あと腎臓がだんだん悪くなったんですけど。家族に看取られてチャッピーが死んだのは去年の9月。16歳だった。夜になるともう涙がポロポロ流れてきまして、毎日もうしばらくね、今も考えると悲しくなりますね。子供たちも独立して夫婦二人暮らし。どんな時も癒してくれたチャッピーがいなくなったことで、石川さんは塞ぎ込んだ毎日を送るようになってしまった。本当は犬を飼いたいと思うんですけど、亡くなった時ももうこれ以上は悲しい思いしたくないので、チャッピーのぬいぐるみ作ったらいいかなと思いました。おかえりっていう形でちょっともう抱きしめたいなと思います。そして待つこと7ヶ月。はい、ありがとうございます。はい、ご苦労様でした。ありがとうございました。チャッピーだ、おかえりなさい。なんて書いたんですか、それ。ただいまって書いてます。あー、チャッピーだ、なんちゃん、チャッピー帰ってきました。元気だった頃のチャッピーがぬいぐるみになって本田さんのもとに帰ってきた。寂しかったよ、ちゃちゃん。ずっと一緒にいようね、ちゃちゃん。奈良の大和郡山市にある工房。ここはチャッピーのぬいぐるみを制作した北島の仕事場だ。このヨークシャテリアでエマリンちゃんっていうこの子なんですけど、亡くされてもう一回この子をちょっと抱っこしたいっていうことでご依頼いただきました。北島の作るぬいぐるみは1体およそ36万円からと決して安くはない。しかし作品にはこれまでに培った技術とこだわりが詰まっている。現在は完成まで半年から1年待ち。彼女のぬいぐるみを手にしたいという注文が殺到しているのだ。
制作は依頼者から送られてきた写真をもとに型紙を起こすことから始まる。体の毛の長さや毛の質は部分によって違っている。正確に再現するにはその数だけの型紙が必要になるため、市販のぬいぐるみの倍、60枚以上になることもある。顔なんかも1センチも変えると全然やっぱりイメージが変わるので難しいです。決まりがないので。北島が神経を注いでいる作業の一つが生地選び。本物の手触りに近づけるため、アルパカやアンゴラヤギなどの動物の毛を使った高級品を海外から輸入して使用している。いや違う、すいません、淡い方がいい。専門業者に染めてもらったものをストックしているのだが、この中から実物の色と近いものを見極めていく。しかし、ストックしているものの中にない場合には自分で染めることも。色がどれでもよかったらありもので作ったらいいんですよね。わざわざこんなことしなくても。色はね、本当に大事ですね。北島は毛の色の変化を再現するためにある方法を編み出した。それは違う色の生地を重ねていくことで本物同様のグラデーションを出すということ。毛並みや色の微妙な違いを再現した各パーツを縫製、これに綿を詰めて体を形作っていく。依頼者からの写真、そして思いと向き合い丹精込めて仕上げていく。それが北島の仕事だ。みんながこれかわいいね、いいねっておっしゃっても、その依頼主さんが好きでないとダメですね。うちの作品としてはそれは難しいです。だからすごく難しいです。ここです、ここにおりました。ここに座ってテレビを一緒に見てましたね。北島に愛犬エマリンの制作を依頼したのはこの石川さん。15年間愛情を注いで我が子のように大事にしてきたエマリンが死んだのは今年の1月だった。視野の中にあの子の姿がなくなるっていうことが考えられなくて、いつもこう動いているんじゃないかと思って何度も影をこう追っている生活だったんですね。6年前に夫が他界、一人暮らしとなった石川さんにとってエマリンは大事なパートナーでもあり心の支えだった。お散歩をしてもどのコースを通ってもあの子と歩いたことを思い出すと泣きながら歩きました。当時はあの子の写真がもう先生のところに行ってる奈良で生まれ変わって先生に今育てられてるんだと思いますとね、なんか悲しみよりも希望、温かいものが胸にありましてね。そんな石川さんの願いは、ここにエマリンが帰ってきてここにいてくれればそれでいいんです。まず抱きしめたいと思います。楽しみですね、出来上がり。はい、もう何よりも楽しみにしております。工房では北島がエマリンのぬいぐるみに修正を加えることに。これね、あの人の毛なんです。これあの文楽のお人形なんかのカツラに使ってるような毛なんですけどね、本当にロングで綺麗にこうフルコートって言うんですけど、フルコートにしてらっしゃるんでこっちの方がいいかなっていう。ヨークシャーテリアの美しさが最も映えるフルコートと呼ばれる長い毛を持っていたエマリン。ぬいぐるみを手にした石川さんが
愛犬を思い出しながらブラッシングできるように丈夫でツヤのある人毛に取り替えることにしたのだ。写真から依頼者と元気だった頃の愛犬の生活を思い描きながら制作する。多くの人に希望や喜びを与えるぬいぐるみはこの姿勢から生まれているのね。北島が会社員だった20代の頃、趣味で始めたテディベアの制作。腕が上がるにつれてデパートなどで展示販売を行うように。転機となったのはそこでの客からの言葉だった。ベアを売ってた時にたまたま来た方が、あ、これこの子うちのワンコに似てるわこの顔って言って、で耳だけちょっとこうしてくれたらうちの子になるからそれで作ってくれるっていう、そういう軽い話だったんです。これが仕事になるならと会社員から動物造形作家に転身。ところが作れば作るほど高まるペットに似せてほしいという依頼者の要望。まだ技術が未熟だった北島はそれに応えることができなかったのだ。資金もなくなってきてたんですよ。それ OL 時代と何にもない、もう腕もないしお金もないしブレーンもないし。そんな北島にアドバイスをしたのは妹の明子さんだった。だったらもう一度その手紙を読んだらどうって、そうしたらもう一度あの気持ちそのブレなくなるんちゃうかなっていう話はしましたね。手紙とは北島の作品を手にした人たちからのもの。そこに書かれていたのはぬいぐるみを手にしたことの喜びと感謝の言葉だった。未熟な自分の作ったものでもこれだけ喜んでくれているならば、ひたすら技術を上げることが自分の仕事と、これまでにおよそ700体のぬいぐるみを作ってきた。トーンとなったらおかしくなるので、あのもう部屋の方がいいんです。エマリンの制作も仕上げの段階に入った。これねガラスです。グラスアイって言って光がね当たった時に綺麗なんですよね。プラスチック製のものに比べて色に深みがあるグラスアイ。本物のように綺麗に光を反射するのだ。そしてはい、完成です。完成です。エマリンのぬいぐるみが出来上がった。茶色のグラデーションが美しい顔から胸へかけてのライン。毎日手入れをされていたであろうフルコートの背中。元気だった頃の姿が見事に再現された。この日東京方面に仕事の打ち合わせに向かう途中で、北島は完成したエマリンを石川さんに届けることに。北島です。はじめまして、もうこの度はありがとうございます。こちらこそ、はい、エマリンちゃんありがとうございました。大変でしたでしょ、待ちに待った愛しいエマリンとの再会だ。ドキドキします。エマちゃん、べっぴんされて髪が痛かったそう、この色、この色、うん、あと顔を見せて、あー、今ちゃん、あ、抱っこしてあげてください
もう会えないかと思った。この顔、この顔、この顔よ。よかったです、うん。どうしてあの写真だけでこんなにできるんでしょう。もうよかったです。よかった。よかった。もう本当よかった。これで私の残りの人生をね、またこの子と寄り添って生きられます。もうエマリンが石川さんの元からいなくなることはない。今回も依頼者に喜んでもらうことができたわね。これからどんな気持ちで作品を作っていくの？今までと同じ気持ちでやり続けることです。やり続けていきます。